どうも、こんばんは、イナムです。今回は東京グルインボーク、7月1日ということで、今日は霧島透夏の誕生日ですね。今から1年前でしょうか、東京グルカルナバルの、透夏の誕生日ガシャ引いたんですけど、まあ、なかなか再生され、あれドレス透夏だったのかな、あれはね。なかなか可愛かったんですけどね。まあ、今回はアニメの方の東京グールのオープニングで最後かな?最後か。最後の方かな。トーカがなんか立って、風に揺られてる、シーンのトーカですね。というわけで10連引いていきたいと思います。っていうか7月はなんかあれだよね。また誕生日の人が何人かいるみたいで、まあ、それ全員来るかどうか知らんけど、まあ、弟くんは、ロリコンの弟くんはね、多分来るんじゃないでしょうか。とりあえず10連。あ、待って、これもしかして30個で10連引けたのかな?ちょっと見てみるか。誰が来る?50か。じゃあ単発でいきましょう。SSR ね。あ、これって SSR 何が入ってんだっけ?誕生日だけど SSR はあれなのかな、全部入ってんのかな、ちょっと提供割合。あ、入ってるね。あ、でも 5% になったんだ、 SSR って。ほーん、それでもレアしか来ないんだけどね。まあ、SR ももう普通に使わねえからな。ただアタッチメント解放するぐらいしか使い道ねえし、 SR をパーティーに入れるっていうこともないから。あ、これ SSR じゃね、違うのかな。おお、 SSR じゃん。来るかな?今何回目だっけ?4回目ぐらいか。グールで会ってくれ、頼む。はい、グールですね。来い!カルマー、僕カルマー、カルマまあ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 、あと6回あるからね。あと1回ぐらい来てくれそうだけどね。まあ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 、いいでしょう。10連のうち SSR1 回でも出たら儲けもんでしょう。ね。そう考えよう。そう考えるしかねえわ。さあ、どんどん引いていくよ。いや、若干ね、ロード長い、ロード強に入りたいんだけどね。投げ、ロード長いぞ。終わりのロードが長い。ダメっすね。あれ、ちょっと若干回線悪い、なんか終わりのロードが長い。お、若干ロードなくねなくねえわ。あと4回かな。ん、俺最終石何個持ったっけ。あと2回か。来い。うん、 SR すら出なくね。 SSR1 枚あと全部レアって、ちょっとラスト。あー、誕生日いっぱいいるからな。どうしようかな。引く人厳選していきたいな。はい、レアでした。まあいいんじゃないの、月山が出たから。まあ、欲しかったんだけどね、このトーカ。あれトーカのあれ見れないの、スキルのなんかビューンみたいなやつ。見れないのかな。これ何?単発と連続ガシャでさ、タブ切り替わるようになってっけど。これ何?何?なんか違うのこれ。提供割合違かったりすんの?そんなん言ってたっけ?言ってないよね。10連なら SR 確定みたいな。そういう話ないよね?うん、ないはず。これ7月3日までやるんだ。昔って1日限定じゃなかったっけ?まあまあいいか、どうでも。うん。だけどお疲れ様でした。また次の実況動画でお会いしましょう。